片付けが上手じゃない人は夜更かしになりやすいという話をしていきたいと思います。皆さんこんにちは、ドクターあきこです。今日は片付けが上手じゃない人は夜更かしになりやすいという話をしていきたいと思います。マインドフルヘルスでは眠れないとか疲れるとかなかなか寝せないって言ってお悩みを解決するお手伝いをしています。今日は片付けが苦手な人がなぜ夜更かししやすいのかについて、その理由とじゃあどうすればいいのかという解決策についても順番にお話ししていきたいと思っていますので、ぜひご覧ください。実は片付けが苦手な人というのは特徴があります。まず一つ目は先延ばしにしちゃう癖があるということです。そして二つ目、物が捨てられないということです。そして三つ目、他のことに気を取られやすいという性質があります。この三つが関係して睡眠不足や夜更かしにつながってしまうんです。まず一つ目の先延ばし癖なんですけども、例えばお部屋が散らかっている時、先延ばしとどう関係しているかというと、散らかっているところを見て、あ、片付けなきゃな、後でやろう、あそこも片付けなきゃな、あれが終わってからやろうっていう風にちょっとずつちょっとずつ先に延ばしているうちに、どん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 片付けてないものが溜まっていくんですね。同じようにお仕事とかやるべきこともそうなんです。あのお仕事今日中にやっといた方がいいんだけども、ちょっと今日忙しいから明日やろうっていう感じでタスクがどん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 溜まってしまって、あ、気づけば、あの今日中にやんなきゃいけない、睡眠時間削ってでも今日やんなきゃっていう感じで夜更かしにつながってしまうんです。それが片付けられない人の先延ばし癖で、それが睡眠不足につながるという理由なんです。それから二つ目、捨てられないっていう性格です。あ、これ大事。あの人からもらったものだし、なかなか捨てられないよね。これもうなかなか使わないんだけども、ちょっとな、捨てるのどうしようかな、みたいな感じで、なかなか捨てられないものが溜まっていくと、片付けが難しくなってきますよね。同じように、お仕事とか、家事とか、やるべきことについてはどうでしょうか。あ、これもやんなきゃいけない。あれもやんなきゃいけない。誰々さんになんとか頼まれた。今日中にやっておかなきゃな、とか、やるべきことも溜め込んでしまったりする癖が出てきてしまうんです。そしてこの溜め込む癖、自分でやってしまう癖につながりやすいです。人に物を頼めないんですね。人に物を頼めなかったり、これはやらないと切り捨てられない。このように自分がやるべきことを切り捨てられずに、どん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 自分の中に溜め込んでしまうと、仕事量、家事もお仕事も人間関係とか、ちょっとしたことタスクがどんどん溜まってしまって、気がつけばこれは今日中に片付けなくてはっていうことがたくさん溜まってしまって、寝るのが遅くなってしまうということにつながっていきます。それから三つ目、目の前のことに気を取られやすいという性質なんですけども、例えばお買い物に行っていくつも袋を持って帰ってくるとします。紙袋、レジ袋、いっぱい袋があってテーブルの上にドンと置きます。よし、今からこれ片付けようって思った時に、郵便ポストから取ってきた封筒が目に入ります。これ大事な封筒だ、ちょっと開けて、そしたらピンポーンってインターホンが鳴って、はーいって出ていきます。で、封筒を開けて見入っていたり、インターホンに対応している間にこの買ってきた荷物、いつの間にか置き去りになって後回しになっていることがあります。これはもう後でやろうって思ってるわけではなくて、目の前に緊急な用事があるから、そこに意識が集中してしまうんですね。そうしてる時に段取りよく、これが終わった、これが終わった、じゃあ片付けと毎回するができたらいいんですけども、何か別のこと、緊急の用事にいつも気を取られて、そっちを優先している間に大事なことが置き去りになってしまうかもしれません。買い物の荷物だけではなくって、お仕事とか大切な用事もそうです。大切な用事がいつの間にか緊急性な用事で置き換わっていて、期限が差し迫っていたら、夜更かししてでもそれをやり遂げなくてはいけないという状況に追い込まれてしまうんですね。先延ばしの癖とかにもちょっと似てるんですけども、目の前のことに気を取られてしまう癖というのは睡眠不足につながっていきます。1日は限られた時間しかありません。その中で緊急な用事に振り回されることなく、私は今日はこの用事を必ず終わらせるんだと強い意志を持って、その時間を確保できるような優先順位のつけ方、時間配分の仕方というのが、片付けにも睡眠不足の解消にも役立つということなんです。分かっていただけましたでしょうか。まとめますと、片付けが苦手な人は夜更かししやすい、睡眠不足になりやすいということです。理由の一つ目は先延ばし癖、二つ目は断れない、三つ目は目の前のことに気を取られやすいということです。では解決策についてお話ししていきたいと思います。この3つ、あ、私これ当てはまるなとか、私これ当てはまるなってあったら、まず自分の日々の行動の中でどんな行動があるのかということに気づくというところなんですね。私今先延ばしにしてた、まあ、そんな気づきがあったら、私は今気づいたとちょっとつぶやいてみてください。つぶやくだけで、私は先延ばしをしたらすぐに気がつくということが脳にインプットされます。そうすると次に先延ばしにした時に早めに気づくようになります。早めに気づくようになってくると、
今度はですね、先延ばしにしようとした時に気づくようになってくるんです。例えば夕食の後、ついついスマホを見てしまって夕食の片付けは後からしようと先延ばしにする癖があるとします。そんな時にスマホを持って何か通知を見つけて見始めた時に、あ、私今夕食の片付け先延ばしにしてるなって気づいたら、私は今気づいたとつぶやいてみるんです。気づいたとつぶやいたら一旦やめて片付けをして、その後からでもスマホを見ることができます。あ、気がついたらいっぱい茶碗が溜まってて、もう時間が過ぎちゃってどんどん面倒くさくなるっていう事態を少し解消できます。そうするといつの間にか眠る時間も早く設定することができます。そしてもう一つ目は、寝る時間をはっきりと決めておくこと。私は10時半には必ず寝るとか、私は日付が超えるまでには必ず布団に入るとか、そのように自分の寝る時間はっきりと決めておくと、それに向かって毎日のスケジュールを立てる癖がついてきます。10時に寝るならこの時間にご飯を食べる、この時間にご飯を食べるにはお仕事はこの時間に終わらせるというふうに前倒しにスケジュールを立てる癖がついてきますので、自然とだらだらと先延ばしにしたり、やるべきことを山積みにしてしまって寝る時間を削るということが少なくなってくると思います。ぜひ試してみてください。今日の内容いかがだったでしょうか。少し役に立ったなと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。評価ボタンも押していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。